五巻は、江戸幕府によって編纂された室町幕府15代の歴史書。著者は幕府に仕えた儒学者、鳴島義則等である。全347巻、付録20巻。天保8年から16年かけて執筆され、嘉永6年に完成した。鎌倉幕府滅亡前夜の現行元年から、 室町幕府最後の将軍、足利義明が死去した、慶長2年までの歴史を描いている。鎌倉幕府には、政治的な歴史書、あずま鏡があり、江戸幕府には同様の意味を持つ、徳川三があったが、室町幕府は、政情不安が、長期にわたって続いたためにまとまった、歴史書が編纂される機会がなかった。 鎌倉幕府以来の正当な武家政権であると自負する江戸幕府は両武家政権をつなぐ存在である室町幕府の生死を補うとともに当時対等してきた尊王論に対抗して武家政権の正当性を強調する目的で同省を編纂させたのである歴代将軍ごとに辞席をまとめて将軍記としてあず鏡に習って日記風に記述しているただし 足利義和、足利義直子の将軍空域については、足利義持、足利義政の後期として独立させている。また、足利義種の二度目の将軍在任期も後期扱いをとっている。また、将軍家が分裂している時期については、将軍宣言を受けて在京している将軍を政党とみなしている。また、南朝、北朝ともに、 朝廷関連については必要最低限の記述に留めており、あくまでも武家政権の歴史書の定裁をとっているのも特徴である。主な執筆材料は、公家、僧侶、武家の日記、記録、古文書などを中心としている。完成後幕府より本書編纂の項として、筒井万助他9名に、閣銀十10枚を貸しされた。なお、成島築山は、 この1ヶ月前52歳で死去している。原本は明治維新後に旧内務省地理課に保管されていたが関東大震災で消失して現存しない。しかし、それ以前に田口浮吉編の続国史体系の第6から8に収録刊行され、あるいは内閣文庫を呼び、 東京大学資料編纂所書に写本が残されているため、その全容は明らかとなっている。参考書籍としては、坂本太郎長の国史体系書目解題がある。ありがとうございます。